弘前市立上等小学校は、青森県弘前市大久保にある公立小学校。弘前市の北東部を学区としている小学校。創立は1957年。児童数は282人。これは、弘前市出身の政治評論家、陸勝男の詩、名山で名詞この後久子総伝詩門、岩尾城下誰人天下県から取ったもの。 立派な山は立派な人を生み出すということが長い間言い伝えられてきましたが、それなら、名山岩木山のふもとに生まれた人の中で、誰が一体天下の剣と言われるほど立派な人なのか、という意味がある。常に自分でも天下の剣を志した人であり、それだけに郷土の青少年に対し、みんなよく遊びよく学んで、天下の剣となろうと努力するよう期待していた陸の、 期待を後訓とした。これは、広崎市出身の画家、工藤工人のザウの名、カタツムリの歩みは、遅いが希望は、千里を目指しているから取ったもの。意味は、歩みは遅くても、確実に前に進む、カタツムリのようでありたいである。カタタ、神田、カタタ二丁目、内城市、大久保、津賀屋、桃田、内城市。遠隔、主な工事株式会社南建設。 ありがとうございます。